よ。鳩屋行ってみようよ。鳩屋行かない。路面走ってた市電通る長町の目抜き通りでおもちゃ屋始めたのもう半世紀も前、昭和43年。八百屋、魚屋、市場もあった。人情味あふれるダウンタウン。モンクレは買い出し来る人で、まっすぐ歩くことできないポピュラータウン。ブロック、ブランコ、滑り台、ミニカー、リカちゃん、ママごとセット、人生ゲームに野球盤。小さな店にはあらゆるおもちゃ、クリスマスイブには真っ赤なお花のほろ酔い気分のお父さん。年が明ければお年玉握りしめた溢れんばかりの子供たち。鳩屋で夢を買おう、鳩屋で夢を買おう、鳩屋で夢を買おう、鳩屋で夢を買おう。始めてからおもちゃあっという間に変わっていった。ドラクエ発売日には長蛇の列、ママごと遊びなんて誰もしない。テレビゲームばっかり売れるようになって、店の一角駄菓子屋にした。カップ麺にはお湯入れてあげて、それがだんだん人気になった。20年前ご主人亡くなって、店閉めようかって思ったおばちゃん、しばらく休んだ店開けると待ってたよって子供たち。こうなるともうこれお金のためじゃない、この子たちのためにはやめられない。今はその子たち大人になって自分の子供たち連れてくる。鳩屋で夢を買おう、鳩屋で夢を買おう、鳩屋で夢を買おう、鳩屋で夢を買おう。ある日お腹に子犬入れた男の子、川に捨ててこいってお母さんに言われたけれど、そんなことできない。おばちゃん飼ってくれよって、もう仕方ないから飼うことにした。子供のいないおばちゃんはその犬太郎って名付けて可愛がった。太郎の次は2代目太郎、その次がセーラ、セーラは4歳で真っ黒な子犬のロックを産んだ。そのロックも今年もう11歳。鳩屋行こう、みんなで行こう、長町一丁目フラワー通り、赤い看板に白い文字、黒い大きな犬がいる店。鳩屋で夢を買おう、鳩屋で夢を買おう。